日本語の種。こんにちは、Yumiです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。2022年が始まったばかりですが、皆さんは今年はどんな年にしようと思っていますか？新年の抱負といって、一年の初めに今年は何をするか、何にチャレンジするか決めるわけなんですが、去年私は一年間できるだけジョギングをしようと思って1月1日3キロ走りました。ところがその後、外でジョギングすることは全くなくて、1年が終わってしまいました。今年こそは、と思っていますが、さ、どうなるでしょう。私がアメリカでやってみたいことは、マラソン大会に出るということなんですけれども、マラソンといっても 42.195 キロではなくて、まあ5キロ、せいぜい10キロなんですが、少し前までは10キロ走ろうと思って走る練習をよくしていました。でもここ2年ぐらいはあまりしていません。できるだけ散歩などをメインにしていました。そのせいかちょっと体重が増えてしまって困っています。日本人は世界的に見て走ることが好きな人が多いですね。短距離ではなくて長距離です。我慢強い人が多いせいなのか、長い距離を黙々と走る。そういうことが好きな人が多いんですね。江戸時代には走ることが職業の人がいました。ひきゃくといって、手紙を運ぶ仕事をする人です。ひたすら走るんですね。当時、東京から京都まで、だいたい490キロぐらいあるんですが、もし歩いていくと、10日から2週間かかります。そこを、飛脚は3日か4日で走ったんだそうです。まあ、1日で100キロぐらい走るという計算ですから、超人級ですね。すごいですね。まあ私はそんなパワーはありませんが、頑張って5キロくらい走ってみようと思っています。日本の有名なマラソンランナーがいるんですが、その人本職はコメディアンなんですけれども、しょっちゅうマラソン大会に参加していい成績を収めています。その人が初めてマラソンを走る人にアドバイスした言葉があります。テレビで見たんですけれども、とにかく前に進みなさいと言いました。遅くてもいいし、歩いてもいい、休んでもいいけれども、とにかく諦めないで一歩でもいいから前へ進みなさい。そうすれば時間がかかったとしてもいつかはゴールにたどり着くんだからね、と言ったんです。なんだかこの言葉はマラソンだけじゃなくて、語学の勉強とか、その他、何でも、人生の何にでも当てはまるなと思って聞いていたんですけれども、皆さんも諦めないで前へ進んでください。日本語の勉強、ますます今年も頑張ってくださいね。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、まことプラスメンバーになってください。www.makotoplus.com を見てください。それではまた。日本語の種でした。